はい、どうも、マッハスピード剛速球のガンタです。マッハスピード剛速球のちょうどいいお話、コロナ自粛中企画、ガンタソロでの、ラジオになります。ガンタ10分と言いましょうかね。15分なのでしょうか、20分なのでしょうか。その時の気分次第で時間が変わりますので、今日は何分になるのでしょうか。よろしくお願いします。ということで、最近僕は非常にやっぱ前から好きだったんですけど、料理にハマってますね。はい、やっぱ家での自粛中できることが限られてるじゃないですか。やっぱスーパーに行くぐらいしか楽しみがないのでね、スーパー行くとついつい、いろんなものを買ってですね、これをどうしようこうしようと考えてしまうんですけども、そろそろ夏のお野菜みたいのも出てきてですね、ついに並び始めましたね、泥のついたらっきょうですね。はい、らっきょうがですね400円ぐらいで、1キロぐらいかなのが売ってました。非常に安いですね、400円ぐらいで1キロなのでね、もういっぱいらっきょうが手に入ったわけですね。で、みんなはつけたことあるか分かりませんけども、僕はらっきょうをねたまに1年に1回ぐらいつけるわけですよ。らっきょうの甘酢漬けですね、あれを作っとくともう酒にも合うしカレーにも合うし、普通に漬物感覚で食べるのもいいですしね、あれがあるとハッピーなんですよ。これは自粛期間中ですね、しかもこの結構手間がかかるんですね、そのらっきょうは泥を洗って剥いてちょん切ってとかもいろいろ本当に大変なんですよ、らっきょうっていうのは。なのでね、まあ普通ならねめんどくさい行動ですけども、これだけ毎日家に行ってね時間があるってなるとね、いい暇つぶしですよ。はいね、もうジグソーパズルなんて同じような行動ですよね、あれ。間違いなんかね、こうパズルこれ合うかなこれ合うかなっていうのも繰り返しでね、あんな単純作業ですから。ジグソーパズル、非常にジグソーパズルが流行ってるって聞きますからね、らっきょうだったら食べれるものをね完成させた方がいいんじゃないかということで、らっきょうですね、単純作業ですね、泥を洗って剥いて切って切って剥いて切って切ってっていうね作業ですね、永遠とやることね、2時間ぐらいでらっきょう漬けができましたね。楽しみですね。らっきょうに目がないんですよ、僕は昔から、小さい頃から、思えば好物はらっきょうかもしれないっていうぐらいでね、らっきょうが好きでね、らっきょうで思い出したんですけどもね、僕は今掃除のアルバイトをしてるんですね。掃除っていうのはハウスクリーニングとかですね、そういうお掃除のアルバイトですね。人様の家に行ってですね、お風呂を掃除したりトイレを掃除したり床をきれいにしてワックスかけしたりだとかエアコンを清掃したりだとか、そういう、仕事内容なのなんですけどもね、たまにですね非常にこういわゆるゴミ屋敷と言われる家とかもあるんですね。よくぞここまで汚くしたっていう、もう部屋がもうゴミだらけというか、まあ雑誌だらけだとか、まあ、全然掃除してないんだろうなっていうところをもう手がつけられなくなった時に、まあちょっとこう床を掃除してくれなんていう、お客さんがたまにいるっていうことでね、ある日行った家がそうだったんですね。奥様ですね、ちょっと太ったおばちゃんが一人いてですね、ここを掃除してくれたなんだの言うわけですね。わあ汚い家だなと思ってですね、頑張って掃除してたんですけどもね、ふと見るとですね、その自家製のらっきょうの樽があるんですね。しかもいい感じなんですよ。うわ、こんな大粒のらっきょう、なかなかこれね、やっぱあんま知らないと思うんですけどね、らっきょうってね、いい形のがね、やっぱ売ってないんですよね。つける前のやつですよ。泥付きらっきょうなんですけどもね。なんかどうしてもこう、スーパーで買うと小粒のが多いっていうことでね、その、
そのね、ゴミ屋敷のらっきょうがね、ものすごい大きくて、一粒一粒がね、もうでかいんですよ。本当にこれは立派だなと思ってですね、汚い家だなと思って掃除して不機嫌だったんですけども、そのらっきょうを見た瞬間ですね、急に親近感が湧いたというか、やっぱ僕のらっきょうセンサーが働いてですね、もうテンションがぶち上がったわけですね。でちょっと奥様とそのお客様をですね呼んでですね、あのらっきょう素晴らしいですねと、あんな大きいらっきょう売ってないですよねと、ちょっと一褒めしたらですね、その奥様がすごい喜んでですね、やっぱらっきょうにプライドがあったんでしょうね、部屋は掃除しないがらっきょうはつけるっていうね、固くなな精神があったんでしょうか、もうテンションが上がってですね、そうなのよと、これここでね、こうやって買うとね、この大きならっきょうが来るのよって、ちっちゃいのはねどうのこうので、ここで調理してね、このらっきょう、大きならっきょうだけをね頑張ってこうつけてね、うまくやってんのよ、これ毎年でね、これは去年のね何月ぐらいにつけたやつでね、まあもっとね2年ものとかもあるのよ、見てらっしゃいとかなんか言ってね、いろいろ出してくれてね、僕もねテンション上がってね、いやこれだ分かるんですよ、僕もね毎年らっきょうつけてるんですけどね、小粒なのしかねなくてね、ほんと悔しい思いしてるんですよみたいなね、もう大いに盛り上がってですね、そんなことなんでね、4時間ぐらいしたらね、その現場の掃除は終了するんですけどもね、帰ろうかなと思いましてね、本日はご利用ありがとうございましたというねお礼とともに帰ろうとしたらですね、ちょっと待って君ということでね、そのおば様がですね、なんとですね、他のねちょっとの小さめのねプラスチックの透明な容器ですねにね、このらっきょうを移し替えてですね、僕に渡してくれたんです。すごい嬉しいと思ったんですけどね、よく見たらですね、その容器がまあいつのだろうという汚れ方とですね、もう汚い感じですね、らっきょうはいいんですけど、やっぱそのそういった汚い家の容器ですから、まあ汚れに汚れてるわけですね。で僕はらっきょうを愛してますからね、いらないとは言えないですね、らっきょうを愛してますからね、もう絶対食べてやろうとね、らっきょうに罪はないのでね、まあ帰ったらまあなんとかこの容器の、汚いのは目をつぶってなんとか、食べてやろうと、家帰ってですね食べたらですね、美味しいんですよ、やっぱ大きくて味もちゃんとしてる、料理はやるんです、上手なんです、ただ部屋が汚いだけなんです、その人は。もうらっきょうよかった、これもらってよかったと思ってですね、5粒ぐらい食べたある日ですね、よくその容器見るとですね、その使ってる甘酢の中にですね、3本陰毛が入ってましたね。はい、陰毛が入ってたんです。3本言い過ぎかな、2本かな、なんかの表紙で入っちゃったんでしょうかね。いや、嫌がらせとかではないと思うんですよ、まさか嫌がらせされる覚えないですからね、あの数時間のお掃除とお客さんの間からで、もう5粒食べてますからね、陰毛2本いたのをさ見つけたとってね、もうしょうがない、ひるむ場合じゃないということで、まあそのまま全て陰毛だけ取り外してらっきょうを食べさせていただきました。らっきょうに罪はない、僕はらっきょうが大好きだ、らっきょうを愛している、らっきょう愛が止まらないという、そういう話でした。みんなも自粛中らっきょうをつけるの
おすすめです。わからないことあったらコメントください。教えてあげます。ありがとうございました。